こんにちは渡辺理香です、えー、本日はですね、出版企画書でやってはいけない5つのポイントっていうものについて、ちょっとお話ししようと思います。で、これはあのー、どういうことかっていうとですね、えー、まあ、そもそもちょっと元ネタっていうのがありまして、それが何かっていうと、ここに書いてあるように、サンクチュアリ出版というですね、東京都内にあるビジネス書実用書の専門の出版社さんがあるんですよ。 でえー、ここの、ね、中の編集の人は私はちょっと存じ上げないんですけれども、まあ、とにかくビジネスや実用書の業界では結構有名な出版社さんですベストセラーなんかも、ね、いろいろすごく多く出している、えー、ところでとっても、あのー、存在感のある出版社さんなんですけれどもそこの、ね、編集長さんがあのノートに、ねまあ、ノートっていう、ねえー、ブログのプラットフォームがあって で、えー、そこのノートっていう記事に、えー、非常に秀逸なねことをねついにね書いていらっしゃいました。で、それが出版企画書で、えー、これやられるとあの出版社にうちに持ち込まれても全然扱いませんっていうようなあのお話をね。 まあ暴露されていたので <laughs> まあその記事を見てちょっとこれ面白いなと思ったのでえ元ネタに関してはあの概要のところに記事をねアップしておりますので URL をぜひ読んでいただきたいんですけどこの記事を踏まえてですね,あえて私がね えー、私なりの、ね、ツッコミも入れながらあのお話したいと思います。まあ、出版企画書で、ね、やってはいけない5つのポイントなんですけどあのそもそも出版社に提出する商業出版用の企画書で絶対やっちゃいけないことがあるんですよ。それこれもう結論として書いちゃってるんですけどこれですね自分が書きたい出したい本をそのまま企画書に書いてしまってそれを出版社に送っちゃっているっていうねこの,あのパターンがもう一番多いんですね。 これ実はですね、大変申し訳ないんですけど、あのご自身がこれいいだろうというふうに思って書いた、あの自分が出したい本、書きたい本、伝えたい内容っていうようなね、そんなものが詰まったあの企画誌ほど、9割、まあ、99%採用されないんですね。<laughs> 残念ながら、はい。もうこれね、結論として私も経験上、あの もう導き出されている数字でございまして大変申し訳ないんですけれども、えー、本を出したいなと思われる方が書く企画書っていうのは99%採用されないです。はい。まあ僅か、まあ、1%だけ中にはあこれはいいなって思えるような企画書がもう本当に偶然たまにあってそれは 採用されることがあるんですけれども基本的にもうその他99%は採用されないというふうにぐらいにちょっと思っておいてくださいこれなかなか残酷な数字かもしれないんですけれどもまあどういうことかっていうとやっぱり出版社が出したい本出版社が読者に、えー、届けていくべき商品としてのまあ商品企画が、あのー、抜け落ちてるっていうところがね 商品企画としての価値が結構抜け落ちているっていうことが多いっていうところがあ,あるんですけれども、まあ本当99、99%残念ながら採用されないし、私もたくさんね、k a 時代企画書をもらったんですけれども、えー、基本的にもう99%捨ててました。はい、申し訳ございませんが、せっかく一生懸命書いてい,ていただいた企画書は、もう99%捨ててたんですよ。もうそれぐらいやっぱり、あの、重いっていうかね、 向かっている方向性があの全然違うってことなんですね。編集者とか出版社が商品として出したいえっと本とあの著者さんおよび著者候補がこういう本書きたいなこういう本出したいな伝えたいなっていう思いがのズレがねもうめちゃめちゃ生じているっていう現実をですねぜひとも認識していただきたいなっていうふうに思うんですけどまあじゃあサンクチュアリ出版のね編集長さんがこういうね ちょっとこれもらっても全然企画検討に進みませんみたいな。あの えー、項目っていうものをちょっとピックアップしてお伝えしようと思うんですけど、えー、まず1つがまず普通すぎるってことですね。で、2つ目が再現性がないってこと。で、3つ目がなんであなたがこの企画を出版企画語るんですかで、4つ目がどうしてうちの出版社に持ち込んでくるんですかえー、5つ目がどういう本が全く見えてこないっていうね、<laughs> これ本当めちゃくちゃ出版社サイドからするとあるあるネタなんですね。で、なので、えっ、ー、と、ぜひともですね、これちょっと 一つ一つね、少し説明させていただきたい、私の方からもちょっと説明させていただきたいんですけど、まずね、普通すぎるっていうことなんですけど、まあ、サンクジュアリ出版のね、編集長さんもいろいろノートの記事に書いているんですけど、要約すれば、結局これなんです、すでに売れている類似やベストセラー本との差別化が一切できてなくって、一切できてなくって、あのもうそのネタ、 すでに本で出てるんですけどっていう、もうありふれた、ありふれた情報を書いてしまっている段階に、まあこういう段階になってるってことなんですよね。これ一番ダメなんですよね。えー、全く差別化できてませんよねっていう話ですよね。商品ってやっぱ、商品、まあ,あの、出版の本の世界っていうのは結構、やっぱたくさん本が出ているからこそ、 あのたくそのたくさんの本とどこが違うのかってどんなオリジナリティがこの本この著者さんのメソッドにはあるのかっていうのがもう一番重視されるんですよだけどそれをですね、えー、結局他人のメソッドをまるで自分のメソッドのように語っちゃってる人は結局多いってことなんですよね、えー、そういうのを語って企画書に書かれてもですね、えー、やっぱりオリジナリティと差別化っていうのが全く オリジ,オリジナ,リナリティと差別化が図れてないんですね。うん。図れてないので、えー、扱えないんですよ、商品としても。やっぱ商品化は無理なんですね。ほかに、ほかの本で書いてるから。<laughs> 多分ねこういうことだと思うんですよね。で、結構これすごく一番多いんですよね。だから出版社にとっては、いや、これもうすでに本他の本で書いてるし、あの大御所の先生が、偉い先生がもうすでに書いてヒットさせて、えー、世の中にちょっと浸透しているような段階でだから、普通すぎなんだよねっていう。うん、だから何にも あの今更このメソッド出したって、えー、全然、なんていうですかね、勝てないよねっていうような話になってるわけなんですよね。うん、だからでもね、非常に多いんです。まあ、これ、どういうことかっていうと、結局のところ、類書調査ができてないってことですね。競 <laughs> 合調査できてないってことです。うん、他の,あのごじ、うん、こういう、これがもう一番、あのー、肝ですね。 でもこういうのって競合調査できてないっていうのはビジネスにおいて非常に一番やっちゃいけないと思うんで <laughs> やっぱ競合調査あちゃんとやった方がいいですよねっていうんで同じようなことをやっぱり言ってたらあのやっぱオリジナリティはちょっとあの薄いんだなっていうふうなことにねちょっと気づいていただいたりとかまあそういうのも あともう2つ目がこの再現性のなさっていうことなんですけどあのビジネス書の実用性大事なのは再現性と汎用性です。汎用性がとにかく大事なんですね。このメソッドがあるかないかっていうことがすごい重要なんですよ。だからどんな人でも真似できてかつ新鮮な効果っていうのを感じられないといけないっていうふうに、えー、とサンクチュアリの選手長さんも書いているんですけど。 本当にその通りで、どんな人でも真似できて、新鮮な効果、新しいなっていうふうに、これ新しいな、今までいなかったなっていうものを感じられないとあの、その本っていうか、コンテンツっていうものは広がっていかないんですよね。まあ本っていうのはコンテンツ、コンテンツを、コンテンツをパッケージ化商品になりますので、 だからこそ余計に三元性と汎用性が大事なんですよね。誰でもあのできて、えー、かといって今までになかったあの、あるようでなかったっていうものがないと、やっぱ商品としての価値ってすごい下がっちゃうんですよね。こんなの普通にありますよねみたいな。な <laughs> 何でもそうだない商品って、えーえー。今までにあるようでなかったから商品っていうのは売れるんですよ。だけどそこ あの考えずにあのとにかく自分がこれって自分のクライアントさんに受けてるかだとかお客さんに受けてるかだっていうだけで、えー、果たして、えー、企画書に落とし込んで良いものかどうかっていうところですね。と、はいえー、とにかくあとあの自分がいないな 再現できないみたいな、<laughs> まあこれっていうのはもう論外でして、えー、自分特に、ね、コンサルやコーチングの方に時々多いんですけど、ご自身があの対面で、ね、セッションしたりできるするからあの価値があるわけであって、本っていうのはあなた自身があの一時お客さん、読者と、ね、対峙することなんてできないんですよ。本でで、まあ、文章で えー、全部、えー、伝,え伝えて、えー、読者が読者を変えないといけないんですね。ん変えないといけないので、<laughs> えとあなたが自分がいないと、この、えー、とコンテンツは、ね、再現できないんですっていうような状況はだめなんです、それを、えー、やっぱ文章で伝えるっていうことが本の役割なんですよ。だから本で 文章で全部伝えられないといけないから、要はどういうことかっていうと、言語化で、言語化、言,言語化してないとあの、本にすることは難しいです。<laughs> 言語、メソッド、メソッドやコンテンツが言語化されてないと、本にすることは非常に難しいので、えー、話すんだったらできるんですけどね、みたいな。 そういう人はね、とっても大変。はい。あの文章で言語化されてないような状態、言語化してちゃんと表現できてない状態なんで、ちゃんとご自身のメソッドやコンテンツというのはきち,きちんと言語化されているっていうことがまず前提になってきます。それをしないと本にならないので、えー こここのところねねすすごいいい気をつけてたただきたいです、ね、おは文章を書くよりお話しするのが得意っていうようなコーチングやコンサルタントの人に結構多い現象ですね。そうしないと再現性と汎用性のあるいわゆる商業出版っていう商品にできませんので。はい、言語化 えとするようにしてくださいで言語化できないっていうふうに言うんだったらちゃんとそういうあの言語化であったりとかは、まあ、私もコンサルでやってるんですけれどもあのそういうコンサルタントさんっていうのをちゃんとつけてですね、えー、言語化を明確にしておくようにしておきましょう。はい、で次なぜあなたがこの企画を語るのかっていうことなんですけれどもまあこれもねえっ、ー、とまあやっぱ説得力なんですよね大事なのは。 説得力、読者に対する、読者への説得力が大切なんです。だから、あの、何て言うんですかね、普通の人が普通の出来事を <laughs> 語っても <laughs>、やっぱり全然面白くもないし、何のためにもならないわけですよね。で、えーまあ、この時に、あの、サンクチュアリの、ね、方が言ってたのが、 持ち込みには幸せのつかみ方ややりかえことの見つけ方といった人生指南系も多く見られるけどご自身が苦難にあっていてそこから抜け出せたからという実証例が自分だけというものがほとんどとするとよっぽどのキャッチーな経験をお持ちじゃない限り読みたいという気持ちが湧いてこないんじゃないかっていうようなね、まあ、そういう記事を書いてるんですよ。こ、まあ、これれねほんとねねねその通りなんでですすけれども、ね、っていうことです、ね えーまあまあ、先ほども言ったようにね、ちょっと普通な体験、私、あの過去の動画でネガティブ体験とか、失敗とか恥とか、痛い経験って、 えー、出版の、ね、企画や売れ,るネタの本売れる本のネタにも、ね、なりやすいですよみたいなことを話してたんですけどそれがあんまりにも普通すぎるとあの何にも驚かないんですね。で最近,最近っていうのがちょっとやっぱり事例としてあるのが離婚しましたみたいなね <laughs> まあこれってかつてはちょっとすごくインパクトあることだったかもしれないんですけど最近では普通なんですよね。うん 普通の現象なんですよだからあんまりインパクトとしては乏しいんですよ。インパクトとしては乏しいんです。あとね、なんか倒産したとかね、うん、借金なんかもそうですけど、借金したとか、まあ、かけてこれだけでも、こういう、この、うん、これだけでもあの、インパクトはないんですね。 でこういう場合、どういう感じになるかっていうと、例えばなんか数十億、数十億抱えて倒産したとかね、<laughs> 倒産した、まあ、けれどあの V 字回復したとかね、<laughs> V 字回復した、まあ、その壮絶な、壮絶な経緯みたいなものが <laughs> あって、でそれがまあビ,ジネスビジネスや経営スキルとして、 えー、役立つみたいなことがあれば、まあ、あのいいんですけれども、はっきり言って、えーと、あまり倒産しましたっていうだけでは結構普通なんですよね。うん、で、借金なんかも、はっきりって100万とか何百万レベルっていうのは、あんまりなんか、あのそんなに、えー、メディアの人間からすると、そんなにインパクトなくて、<laughs> やっぱり数千万とか数億とかをやって、そこから自己啓発的なね、 あのメソッドっていうのを取り入れてどうやってえー、とよみったか無事無事回復していったかっていうようなエピソードの方が、えー、インパクトあるわけですよだからほんとねジェットコースターの谷は深,いほ深ければ深いほどいいしその深い谷から、えー、登っていく過程っていうものがあの面白いか言えば面白いほど本のネタになりやすいのでまあその辺のところはね、えーまあ、ちょっと編集者の判断の 編集者によって判断のしどころになってはくるんですけれどもあのそれぐらい振れ幅が大きいっていうエピソードがすごいいいってことですね。はい、なのでこの辺のところを何て言うんですかねちょっと押さえておいていただきたいかなっていうふうに思いますね。 で4番目、どうしてうちの出版社に持ち込んでくるのっていうことですけどあの、サンクチュアリ出版さんのところには、ですね <laughs> こう、えーはえー、担当職人に結論から言うと、私から言うと、自費出版の会社でこれは出した方がいい企画ですよねっていうようなもの、あるいはビジネス社実用書じゃないですねみたいな、<laughs> ビジネス社実用書の企画じゃない。 企画が非常に多いといとうイメージですね、まあ、どういうことかというと、家族の思い出として残したいエッセイ、ま、え、る、ー、を許す的な政治思想、昭和のよもやま話、旅先で書き殴った詩、地元の郷土資料、魂のアート作品集、海外での素敵な暮らしぶりなど、えー、サンクチュアリ出版は多分出しません。そういう本には価値がないわけではありません。 ただ、もっと出すのにふさわしい出版社があるはずだからっていうふうに書いてるんですけど、えっとね、これはね、サンクチュアリ出版だけではなくて、ビジネスや実用書のね、いわゆるハウツー本を専門的に扱ってる出版社にとってはすべて言えることです。はっきり言って、えー、その家族の思い出として残したいエッセイとかね、えー、政治思想、えー、昭和のなんか思い出話、よもやば話、旅先で書,く書き殴ったそのポエム。 <laughs> そういう地,なんか地元のなんか郷土資料歴史資料とかあとは割と時々多いんですけれどもあの写真とかアート写真や絵イラストなどのなんかアート作品アートを扱っている方なんですけどあのこれもね えと切り口によってはビジネス書や実用書において使えることもあるんですけどただなんか素敵な写真や絵やイラストをなんか本にまとめたいみたいなね、えー、魂のなんか作品集みたいなのは作品集みたいなものは基本的に扱えませんので <laughs> 扱いませんビジネスや実用書の出版社っていうのは扱いませんのでここのところ注意していただきたいんですねビジネスや実用書っていうのは何,何が 大事かっていうと、ハウツー本なんです。ハウツー本であることが大事なんです。だからその政治思想だとか <laughs>、<あの笑>まあでも本当、結構ね、多かったですよ、k 川時代に持ち込まれる時もなんも。 思想系とか <laughs> あ,の、うん、あとはなんか論文みたいなもんだったりとかねでそれも大学の先生が書いてる論文とかじゃなくてなんかご自身が独自に研究されて書いてるなんか論文だったりとか普通自分は普通の人なんだけどこういうことを考えて有効だからと思うからあの本にしたいみたいな感じでね書いてるものすごい長い論文集なんかそんなの一切読まないしあとはね小説ですね。 小説ですね、まああのー、割と最近、ビジネスや実用書の、ねえー、と方向性で、ハウツー本の中でもあの物語、小説風に書くことで、えー、よりあのノウハウやメソッドっていうのを伝わりやすく、ね、させている傾向っていうものがあるんですよ。 あのそういう本っていうのはすごくあるんですけれどねマーケティングの知識や経営の知識なんかっていうのがちょっとやっぱり分かりにくいものがあったりするからそれをあの物語風にね、えー、置き換えて小説風にしてストーリーで読ませて学んでもらうっていうような経緯の本ってあるんですけれどもただねそういうのも非常に書き手さんとして、えー、っと結構うまくないと出版社採用しませんのであんまりねまあそもそも 小説っていうのは非常に書くの難しいジャンルになってきますので、えー、おすすめはしないですね、初めてやる人にはね。はい、あのよっぽどうまい人だったら別ですけどね。で、まあ、そもそも小説とか文芸の作品っていうのはあの窓口が別ですよね。それこそ新人賞とかに応募してくださいっていう、ね、感じになるので、えー、ジャンル別ですので、まあ、これもやっぱり絶対ダメだなっていう感じですね。まあ、その意味で、えー、ビジネスや実用書 の出版社にハウツー本となるような内容以外の企画っていうのは、やっぱ絶対送っちゃだめなんですよね。そういうのは元、元そもそも扱えないっていうことを覚えておきましょうかね。で、えー、そういった家族の思い出のエッセイとか、あとは自伝であったりとか、なんか郷土資料みたいなものは、往々にして結構自費出版系の、ね、会社で出した方が良かったりします。 だからあのこういう、ね、自費出版系の会社なんかにちょっと問い合わせてみたりとかそっちの方に企画を送ってもらった方が良かったりするかなっていうふうに私は思いますね。意外に自費出版なんかでもあの良い本はメディアや、ね、マスコミっていうので取り上げられたりとかあの非常に、ね、売れたりする場合が多いんですよね。だからそういうあくまでもあんまハウツー本であるっていうのでは ない限りそしてご自身がっと経営者や何か YouTube や SNS なんかを使ってねハウツーをもう先に伝えて、えー、しっかりファンがついているっていう状況でない限りはあの基本的にビジネスや実用書の会社では扱えないしあの真っ先に切り捨てる企画になっちゃうので、えー、ぜひとも <laughs> ちょっとね見極めをお願いいたしますね。はい で、えー、最後5番目、どういう本か全く見えてこないっていうね、もうすごいこれはね、あるあるですね、すごい面白いなーっていうふうに思うんですけどね、えーと若いえー、とサンクチュアリーの編集長さんは、若い人の人生を180度変えるような本です。文字は少なめで、イラスト多めで、所々に図解が入るみたいなイメージだけを伝えてくる。 まあこれ無理ですっていうふうに言ってたりとかあとは人生何もいいことがなかった凡人の本私のような人にお出入からきっと共感する人は多いはずみたいな自分が本を出してただ救われたい系も多いっていうふうに書いてるんですけどもうこれも本当にあるあるサンクチュアリ出版さんだけではなくてビジネスや実用書の会社さんに こういうね、えーと、雰囲気だけ伝えられても全然あの扱いませんし、えー、こういうね、なんか自分が救われたい、自分のなんか自己承認欲求、うん、自己承認欲求をただ満たすだけ、うん、の内容っていうのもあの、これもね、扱えないんですよね。どういうことか、商品にならないんです。うん、商品にならないはい。 こういうイメージがあるんだったら、このイメージを先に SNS で、SNS やブログで先に発信してください。で、それをそれを元に、それそんで発信して、その反応、反応が、あの まあ良い感じ、良い感じってすごくちょっと抽象的な言い方なんですけど、まあ、どういうことかというと、えー、そのコンテンツがやっぱり人気になって、フォロワー数がもうたくさんついてるっていう状態、まあ、ファンが大勢いる状態を作るっていうことが大事ですね。はい、で、えーと、これがすごい大事なんですよね。状態を作っておくっていうね。どういうことかっていうと、本を出したら、 あのすぐに、えー、と買ってくれる読者がもうすでにたくさんいるっていう状態を読者の方、あ読者とか著者さん、著者候補の方でやっぱり先に作っておくっていうことが今のビジネス書実用書の世界で著者がちょっと行っていかないといけないね、反則や広報のセオリーになりますので、えー、これやっぱりね、ちゃんとしておいてほしいかなっていうふうに思うのと、あと人生のりこれもね、ただ含まれたい。 これもね、先にそういう伝えたいことがあるんだったら、それこそ先に、あの、SNS や、やっぱ YouTube なんかで、えっ、ー、と、しっかり発信してほしいですね。先にこれをやるんです。先に発信なんです。先に本じゃなくて、先に発信なんですよ。先に発信して、 えーとどえー、いわゆる世の中の人とリレーションを取っておけるような状態の器にならないと著者さんになれないんですよね。だから私だけの中で温めていたものを編集者さんに認めてもらって本に出すみたいなそんなねそういうなんか昔の発想はちょっとやめていただきたいんですね。なんかそんな明治大正みたいなの文,文芸者が文学者がね。 なんかやってたことがなんか全てのような感じなんですけど、まあ、大体においてすごく大事なのは、編集者に認めてもらうレベルっていうのがどういうことかっていうことなんですよ。<laughs> あの自分の頭の中だけで考えていること、うん、発信も何もできていない、えー、それによって、 えー、なんか実績や、あのー、なんか人じ、えーと、人を、他者をね、うん、幸せにできていない段階の、えー、コンテンツいや、なんかメソッドみたいなものは、メソッドは一切、一切出版社では使えないんですよ。 これ、どういうことかっていうと、要はワクチンの臨床もせずに <laughs>、えー、人々に注射を打つみたいな、こういうリスクなんですよ。こた非常に非常に高いリスクがあるわけですよねだからここういういとをね。 あなたやろうとしてるんですよっていうことなんですよ。認めてもらえないレベルなんですよ。自分の頭の中で考えていることや発信も何もできていない、そ、まあ、してやコンテンツ化してメソッド化して、えー、お客様に提供もできていない、そのお客様に提供をしてね、えー、良い結果が出ていない、そういう意味で、えー、たくさんのクライアントさんがファンになってもらえていない、そういうふうに多,数お多くの 多くの他者を幸せにできてない、ただなんか自分だけがあの、自分だけの経験だけで終わっているような状態、これは本当に出版社で扱いません、商品にならないんですよね。なぜか、繰り返しますが、あのもう例えて言うならこうです。えー、新型ワクチンのを臨床もせずに、 えー、人々にいいからっていうことで、いいからっていうだけで注射を打ちまくるみたいな、こんなことできるわけないじゃないですか、<laughs> 医療の現場でね、絶対必ず臨床が行われて、うん、これはね、やっぱ安全で正しくて、どんな人にもあのこれ、効果があるから、あのぜひこれは注射を打ってください。 このワクチンを世に広めてもいいですよっていうふうに厚生労働省なんかもやっぱ認可して <laughs> 世の中の人に出回っていくわけじゃないですか。やっぱりそれと同じことなんだっていうことを是非ともですねあの、本当に強く頭の中に入れておいていただきたいなっていうふうに思いますね。でも結構こういう人もね、多いです。自分が救われたいから本出したいみたいなね、そこが本質、そこがエッセンシャルな。 本音、ね、欲求だったりすることがあります。本を出したいっていう本質的な欲求、そこだったりするんですよ。で、とりあえず編集者さんになんか相談、編集者はね、相談者みたいにカウンセラーか何かと思っているような人もいるみたいで、編 <laughs> 集者はカウンセラーでもコンサルタントでもコーチングでもありませんので、コーチでもありませんので、まあ、これはね、本当にね、えー、一切出版社としては扱えませんね。で、著者さんとしても、 あのお付き合いすることは全然できませんので、えー、何とどですねご了承いただきたいということ、そして、えー、どういう本か全く見えてこないあの、もうイメージだけ、イメージだけなんとなく語,語られても、ですねこっちも出版社側もやっぱビジネスとして真剣に本作りは取り組んでおりますので、その真剣なあの対応をですね、えー、お願いできればなというふうにね、思いますね。 まあなんとなくね、こういうような感じの人たちに多いのが、ちょっとなんかアイディア投げれば、出版社の編集者が形にしてくれるんじゃないかみたいなことを思っている人が多いんですよ。だけど、それはなしです。形にするのは、するのは著者であるあなたなんですよ。うん、形にするのは著者であるあなたであって、えー、元来、出版社の編集者は、そういうことをやる人ではありません。 あくまでも本にするために、ポンとしてパッケージング化していくために、じゃあどう見せていくか、どのようにえ本作りをし,ていくしたがあが、あの読者にとってね、えー、分かりやすくて、ためにある本が作れるかっていうところをアドバイスするだけであって、そもそものコンテンツを、コンテンツを作り、形にするのは著者である、あなたの責任でありますのでね。 責任という重い言葉を言いましたけど、なんでかというと、著作権というものがちゃんと発生して、ね、出版権を持つ出版社と契約して出すわけですから、あのそういう意味でも責任は全部著者にありますからね、内容の責任は。あのそういう意味でも、こういうような,あのなんか単に投げるだけのようなことはやめていただきたいですね。はい、著者さんである限りりしっかりご自身が えー、形にしていくっていうコンテンツをちゃんと作るっていうことを肝に銘じていただきたいかなというふうに思います。それを形にちゃんとした上で企画書に、えー、落とし込んでいくっていうことが本当に大切ですね。はい。ということでちょっと長くなりますけれども出版企画書を書くときに、えー、絶対やってはいけない5つのポイントについて、まあ、サンクチュアリ出版さんのね編集長のノートの 記事がとてもあのインスパイアされるものであったのでえ、こちらを引き合いに出しながら私の意見もお伝えし含めてねお伝えさせていただきました。何か参考になれば幸いです。よろしくお願いします。